おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回、ここのね、スペシャルステージじゃなくて、なんだっけ、隠しステージみたいなの見つけたんだよね。隠しアトラクションか。で、ここ今、固く閉ざされちゃってるんだけど ここ今、固く閉ざされちゃってるんだけど、レコさんと一緒にね、二人で入って、で、なんか、グローブ持って出てきちゃったんだけど、出てきたレコさん両方グローブしてて、このレコさん偽物じゃねっていう説が私の中で出てます。だし、なんか、一人称がね、私じゃなくて俺になってたんだよね。でも、なんで、その、偽物なんだとしたらそこを完コピできてないのかっていう疑問があるっていうところだったよね。じゃあ続きやっていきましょう。でね、編集してて私気づいたんだけど、ここの200って自動販売機あるじゃん。これあれじゃね？特別脱出券みたいなさ、あるって言ってたじゃん。なんだっけ、整えるがさ、実は、特別1名大サービス、脱出することができる券あげるぜ、みたいなこと言ってたから、これがひょっとしたらそうなんじゃないかなって、なんとなく思ってます。じゃあちょっと早速やっていきましょうか。で、ロビー行こう。はい。お、銀くんどうした？もう、おっさんと喋れないわ。ああ、いや、そうだよな。銀くんもなんだかんだでさ、その、三島先生と一緒に行動してたりとかして、その、なおちゃんの次にショックを受けていた人だと思ってるから、で、その次にショック受けてたのが私ね。他の誰でもない、私だ。じゃあちょっと、他のとこ見に行くしかないけども。お、なおさんいる。先生がいなくても、私は、大丈夫です。なおさん。まあ、なおさんもね、生き残るために、アトラクション挑戦しなきゃいけないからね、辛くても。そっか。全部、アトラクション挑戦しながらってことか、あとは。憩いの場。誰もいない。誰も憩いに来てない。みんな心をすさんでるから、ここにみんな集合するものだと勝手に思ってたけどね。違うんだね。寝室は多分何もないけど、何もないね。で、モニタールーム。おお、いっぱいいる！いっぱいいるから、ちょっと、待って、後回し。医務室。あ、医務室、ハンナキーいるね。ハンナキーです。今後からは、持ち場を離れないようにいたします。そうか。皆様の心と体のケアをお任せください。ということで、サラさん。あなたの心を侵食する幻影、少しだけ忘れてみませんか？忘れる？はい。幻影で精神を病んでしまっては大変です。取り返しのつく段階で、ぜひ。ジョーを忘れる？改めて聞かせていただきます。サラさん、装置を使って幻影を忘れてみますか？どうしようか。いや、ちょっと一回やめとこう。やめておくよ。わかりました。いつでも来てください。なるほどね。ちょっと試してみたい気はするんだけどさ。一回やってみる？忘れてみようか。わかった。やってくれ。はい。大丈夫ですよ。とっても気持ちいい装置なので。しゃ、これを頭に取り付けて。ねえ、本当に平気なのか？こんなに体にごちゃごちゃつけて。大丈夫です。大半の装置はついでに肩こりを取るようなものですので。私、肩こりないけど。それでは行きまーす。やばそう。うわ！いやー、消えてくねー。こんな形でジョー君忘れるのって、サラちゃん的には絶対良くないよな。
かがでしたか？頭の中がすっきりしたんじゃありませんか？本当だ。なんだろう。辛かったことが嘘みたいだ。すごく頭がすっきりした。幻影濃度がゼロになった。ジョーのことを少し忘れた。うわ。二度使うと危険なので、これ以上はやめた方がいいです。ああ、わかった。ありがとう、ハンナキ。感知したわけではないんです。幻影を見ないように意識してくださいね。はえー、なるほどね。幻影濃度ゼロ。うわ、でもちょっとこれ、ジョー君のこと私忘れたくない。傷ついた記憶でもいいから覚えてたいので、ちょっとロードし直していいですか？あ、一応別セーブ取っといて、ちょっと86でロードし直します。私どんな形でさえジョー君を覚えていたいんだわ。ってことで、じゃあロビー戻って、長い階段はさっきまでいたからモニタールーム行こう。はい。ひどい話だね。うん、そうだね。刑事さんはアリスさんと話し込んでいる。なんだって？いいか。あいつの個人情報を得るにはその方法しか。え？何の話をしてるんですか？あん、ひどい、サラ！ちょっとした事情聴取だよ。おまわりさん、本業の感じが出てるでしょ？いえ、それほどは。そりゃ残念だね。なんだろう、モニター破壊犯探しとは無関係な話に聞こえたけど、そうね。個人情報を得るには、誰の個人情報だろう。レコさんの話は多分刑事さんにはしないと思うんだけどな。ソウ君のかな？ソウ君の個人情報が知りたいんじゃない？あの、名前をさ、本当にさ、この、ソウさんがさ、日和ソウって名前なのかどうかも怪しくなってきてるもんね。あの、アリスさんがさ、俺が過去に殺した奴の名前は日和ソウだって言ってたから。この日和ソウっていう名前を使って、ここに潜んでるだけで、本当はちゃんとした違う名前があるんじゃないかなって感じするけどね。で、あ、もうここの話しか聞けないのか。じゃあ、アトラクションやれってことかな？オッケー、了解。じゃあやってないのってどれだっけ？これやったんだっけ？あ、オッケー。激走トロッコ。まあ、大体でもさ、難しいとか、全部クリアしちゃってるから、残り普通しかないんじゃなかったかな？あ、一回景品交換所行ってみるか。行ってなかったね、そういえば。今、景品交換所に来たんですけど、この受付人形さんに質問できたみたいですね。ちょっと、完全に見逃してましたね。質問しましょうか。何についてお答えしましょうか。あなたは何者ですか？皆様の3階の暮らしをサポートする受付人形です。景品の交換及び説明をしております。景品の種類について。景品には2種類あります。青い数字で書かれた景品、赤い数字で書かれた景品です。青い数字の景品は普通の景品、数字と同じ数のメダルと交換できます。赤い数字の景品は専用の景品、景品に関連する人物のメダルとしか交換できません。例えば刑事様の個人情報は刑事様のメダルでしか交換できないといった感じです。なるほどね。脱出券とは？ここにはそのようなものは置かれていません。ここにはないのか。っていうとやっぱりあれだよね、きっと長い廊下の先にあるあの自販機がやっぱり脱出券なんだと思うんだよな。で、今持ってるメダルが、キュー太郎さんのが10枚、レコさんのが30枚か。クリアチップここで買えんのか。なるほどね。ちょっと、覚えておこうか。じゃあ今んとこまだちょっと個人情報とか交換できそうにないんで、交渉時間とかを経て、みんなのコインが集まったら交換してみましょうか。じゃあね、どうしようかな。かくれんぼやろっか。かくれんぼしようよ、誰か、一緒に。相棒。一番かくれんぼにふさわしくない人とかくれんぼしたい。刑事さん、カンナさん、アリスさん。カンナさんって言っちゃった。カンナちゃん、アリスさん。うわ！刑事さんとかくれんぼしてえけど、一
番似合わないのアリスさんじゃない？あ、でもどうなんだ？あの、犯罪者としては隠れるっていう技も必要か？カンナちゃんはね、まだね、全然隠れんぼって感じするんよね。で、ケイジさんも、あれか、おまわりさんとして身を隠してこう、ね、今だみたいな感じで突撃ってできるから。あ、そうだな。じゃあ、アリスさんかな？アリスさんとやろうか。アリスを操作時、囚人の直感で敵が振り向くタイミングを1秒前に察知する。すげえ！強すぎ！ふん。監視の目を盗むのは得意分野だ。喜ぶんだな、指導員サラ。まあでも私、今のところ、どのキャラの力も借りてないっていうね。サラちゃんの力でクリアしてるよ。かくれんぼ、開幕。まずは私から。ふん、しっかり隠れるんだぞ。え？かくれんぼルール説明。なるほど。三つあるレバーをタッチしてエネルギーを最大まで貯めましょう。鬼が振り向く前に岩壁をタッチして隠れてください。なるほど、なるほど。オッケーオッケー。とりあえずやってみよう。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので頑張りましょう。どんなタイミングで振り向くのかちょっと見ておく。あ、なるほど。オッケー。笑ってんね。やばい、どのタイミングで振り向くか正直わからんな。立ち止まるのか。なるほどね。うひゃ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 。はい、戻れ。オッケー。立ち止まれ。オッケー、戻れ。これ地道ー。いや、一本ずつやってたら難易度底上げされるとこだったね。はぁ、焦った。ボンミスしちゃった一回。大したことなかったようだな。安心しろ、指導員サラ。クリアチップは山分けだ。よし、一枚。これでこのアトラクションはおしまいだ。いや、かくれんぼ、これ、恐怖のかくれんぼすぎるだろう。交渉時間かな？交渉時間。お、いっぱいいるな。セーブしましょうか。指導員サラ、約束の時間だ。景品交換所に急ぐぞ。あ、なるほど。これ行かないといけないな。サラちゃん、あの、レコちゃんのことで聞きたいことがあるんです。あ、これはあれか、なんかレコちゃんの様子おかしいぞみたいな感じか。サラさん、メダルの交換ではないのですが、ソウさんと三人でお話でもしませんか？あ、じゃあちょっと少し内容聞こう。僕もだいぶ体調は戻ってきたんだ。サラさん、時間があれば話したいな。三人なら安心だな。なるほど。やばい、ちょっと、ここまででもアリスさん、乗りかかった船放棄するのよくないだろう。でも少し内容聞こう。変なこと聞いてたらごめんなさい。レコちゃん、様子がおかしくありませんか？そうなのよ。ナオちゃん、よくわかってるね。いやー、本当に違和感があるんです。で、それはどういう。ここではちょっと。レコさんの様子やばいな、どうしよう。でもさ、いやー、自分で行けよアリスさん。勝手に一人で行けって。ちょっと。何を忘れたの？レコのメダルが集まったら宝物と交換するって決めたじゃない。あんたメダル集めたら500ごめんだと思ってんの？最後まで面倒見なさいよサラ。あの約束か。いや、そうよな。私もこれは
行かないとダメだっていうのは分かってるんだけどさ、他の二人の話が気になりすぎる。いやー、仕方ねえ。アリスさん、行きますよ。猫のメダルを集め、宝物と交換する。実行の時だ。もちろん、預かった猫のメダルはもう、この支柱にある。さあ行くぞ、景品交換所へ。お前の厚かましいおせっかいで、俺の背中を押せ。ひどい言いようだ。あらら、カチッとな。はい。よし、買うぞ。いいな。はい。お腹が痛いわ。育児なし。アリスちゃん、あんたはできる子よ。大丈夫よ、いけるわ。私が背中を押す。サラちゃんだけじゃないわ。ヒナピアも背中を押すわ。えいえい。さっきから5分はこんな感じだ。どうしようかな。あ、私も5分間こんな感じで喋ってたの。やばすぎるだろ。パワフルすぎるだろ。え、どうすんのよ。こちらは景品交換所です。ご用があれば受けたまわります。あの、やぶさめレコさんの宝物は、ここで交換できますか？可能です。レコ様のメダル20枚と交換できます。ここに20枚ある。交換してくれ！かしこまりました。こちらがレコ様の宝物です。確かに受け渡しました。これは、俺がレコに渡したボンゴだ。やっぱり、ありえない。あいつの、レコの宝物が、俺が渡したこんなくだらないプレゼントだっていうのか。何かの間違いだと思ってた。指導員サラ、お前の勘違いだとな。よかったですね。嬉しそうですね。ください。サラちゃん！くださいって言うか！ください！いいボンゴですね。私にください。ふざけんじゃないわ！これは私とレコの絆、ですか？アリスさん、あなたの口から本音を教えてください。レコさんと、関係を直したいんじゃないですか？俺は、わがままを言える人間じゃない。罪を償うつもりだった。被害者の遺族にも、俺の家族にも、こんな、デスゲームがなければ、もう、筋を通す時間が、ないんだ。だから、死ぬ前に一度でもいい。俺は、ルコに謝りたい。指導員サラ、ありがとう。俺はボンゴを渡してくる。はい。これでよかったのかな。これさ、今現在のボンゴを愛用しているレコちゃんは、アリスさんと仲直りしたいって思ってるかもしれないけど、今さ、嘘の間から出てきたレコちゃんってさ、絶対にやっぱり偽物なんよ。あの、ナオちゃんも感じてた通りの違和感っていうのが、なんか嘘の間から出てきたレコちゃんは、アリスさんのことをなんか拒絶する気がするんだけど、こう嘘をつくっていう意味っていうか、なんて言えばいいんだろうな、なんだろうこれは、何を感じてるんだろう私は、言葉にできないんだけど、なんか拒絶しそうな気がするんだけど、すごいこの胸のざわつきは何なんだろう。私も言い出しっぺとして見守る責任はあるような気がする。アリスさんを追いかけてみるか。大丈夫か。ロビーではアリスさんとレコさんが向かい合っていた。何も用がねえなら俺は行くぜ。待ってレコ。このボンゴ
お前のだろ。それは、なんでお前が。交換所で見つけたんだ。びっくりしたよ。とっくに捨てたと思ってたから。そうさ。ずっと捨てようと思ってた。でも、捨てられなかった。俺のせい、だよな。拒絶しないんだ。あ、よかった、杞憂で。あの日、お前から送られてきた手紙で、絶縁を言い渡されたとき、ショックよりも、やっぱりなって思ったんだ。お前は、才能あふれる音楽の鬼だ。足を引っ張るクズ兄貴のことなんか、さっさと忘れて自分らしく生きてるんだと、思ってた。そうやって、安心してしまったんだ。俺の行動なんて、レコに何の影響も与えないって。でも、捨てられなかったんだな、ボンゴ。こんな、どこでも売ってるやつなのに。使い込まれた後も、それを隠すための丁寧な手入れも、見れば見るほど、お前が苦しんだ後のように見えてくる。うるせえ！何が言いてんだ！レコ、謝らせてくれ。お前や母さんたちを、ずっと苦しめた。薄っぺらく聞こえるかもしれない。だが本心なんだ！本当に、すまなかった、レコ。受け取ってくれないか？これ。アリスさんは、震える手でボンゴを差し出した。頼むよ、レコちゃん。大丈夫だよね？レコさんは、やりきれないような表情でボンゴを手に取り、地面に叩きつけた。レコ。くだらねえんだよ、てめえ。言ったろ、こんな楽器捨てるつもりだったってな。レコ、兄貴面するんじゃねえよ、アリス。てめえと俺はもう赤の他人だ。こんなことで和解しようってか、人の命を奪ったって自覚、本当にあんのか？2年半、一度だって罪を忘れたことはない。なら、もう二度と俺と関わるんじゃねえ！俺の邪魔をするんじゃねえ！人殺しが！最悪だ。きっと和解できると信じていた。あんなに怖いレコさんを初めて見た。部外者が口出ししていい問題じゃなかったんだ。でも、待ってください、レコさん。サラ、口出ししないで、サラ。ですが、レコさん。ちょっとなー、待ってよー。アリスさんのケアが必要じゃない？でもレコさんのことも追いたい。ちょっと、なんでこんな選択迫ってくんのよ。レコちゃん、アリスさん。サラちゃん二手に分かれようよ。サラちゃんと私で二手に分かれさせてくれ。ちょっと、ケアさせてくれ、二人とも。ちょっと待ってくれー。アリスさんと話します。今は、アリスさんと話す方が先決だ。アリスさん。アリスさんは、黙って壊れたボンゴのかけらを拾っている。くはは。辛い。
大事そうに、小さな破片もすべて逃さぬように。レコは、変わってなんかいなかった。少なくとも、俺の前では、な。変わってなかったか。昔のレコさんに戻ってる。昔のレコさんと入れ替わってる。え？どういうことだ？いや、絶対に、あの、嘘の間に入る前のレコさんは、アリスさんと和解したかったと思うよ。いろいろだって考えてたもん。絶対あんなことするような、ボンゴを叩きつけて壊すようなことする人じゃなかったよ、今のレコさんは。なんて言葉かけたらいいかわからんな、でも。アリスさん。サラ。レコのこと。嫌いにならないでやってくれ。え？一面を見たからって、それがあいつの全てじゃない。お前が知っているレコを、信じてくれ。わかりました。わかりました。ここまで世話になったな、指導員サラ。俺は、ようやく一歩踏み出せた気がするんだ。恩に着る。そうして去っていくアリスさんの後ろ姿は、泣いていた。あれは、レコさんの一面。私が知らないレコさん。アリスさんだけが知っているレコさん。なんか過去のレコさんが今再現されてる感じがしちゃうんだよな。何なんだろう。私は頭を悩ませながら時間を過ごした。だってさ、絶対あの、ボーナスアトラクションだって。サラ！なんですか？おっと、驚かしてすまんぜよ。来てほしいところがあるんじゃぎ。荒れた廊下の方へ来てくれぜよ。待たせるんじゃねえかじゃ。一体どうしたんだろう。ああ、なるほどね。じゃあ今日はこれくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。いやもう、なんかさ、今回ね、その、レコさんとアリスさんにすごいフォーカスが当たってるような気がしてるんです。で、どっちか、このまま、和解っていうわけにはやっぱりいかなかったからさ、なんかしらで、ここの二人のどっちかがいなくなっちゃうような気がしちゃうんだけどな。もしくは二人ともいなくなるか。二人ともその和解して死んじゃうか、和解できずに、もしくは和解してどっちかと死に別れるかっていう未来が、私の中でめちゃめちゃ想像できてしまって怖いんですよ。だからアリスさんのこともレコさんのこともすごく心配なんだけど、もう頼むからっていう風に祈ることしか私にはできなくて、もどかしいですね。ってことで、また次回、キュー太郎さんの話聞いていきましょうかね。ってことで、おつぴよでーす。